会場に着いたらみんなエレベーターから出てるところだ。終わったよーって。で、ああ、遅刻っつうかまあ寝坊だよね。はい、お疲れ。クイス。お疲れっす。記者会見はまあ最高の記者会見だったよね。うん、まあ、俺もツイキャス見てただけなんだけど、いや、寝てたね寝てみんなと飯食って帰ってきたよ。ポスターいっぱいもらったよ。ポスターいっぱいもらったよ。記者ゼロはさすがにちょっと笑ったけど、記者ゼロは笑ったけどね。お、ミールいらっしゃい。待ってたよ。おかえり、おかえりミール。記者ゼロだよ。チケット完売おめえ。ねえ、みんなありがとう。チケット買った人、会場で会おうね。え、だ、俺第何試合って言われてた？俺第何試合なの？俺未だによく分かってないんだけど。戦略じゃないね。普通に寝坊だね。寝坊だね。ねどうだよ。戦略とか俺できないもん。ていうか最近のリスナーさん知らないんだよね。俺超遅刻魔なんだよ。もう遅刻魔で超有名なぐらいの遅刻魔だから、久々にね、あ、ま、ワードがやらかしたって。ひろゆきより下手したら遅刻魔だよ俺。チケット完売すごいね。免除太郎さんもホッとしてるみたいよ。赤字が出なくてもう安心したみたい。キムチ？キムチ見ながら見てる？うん。いや、沖縄のそうそうフラーの血が騒いだんだよ。ウチナータイムですよ。ちょっとポスター飾りたいから部屋に額を買おうかな。ポスターの額買いに行きます。試合にはさすがに遅刻しないんじゃないの。いや、ていうかね、青山と飯食ったんだけどすっげーピリピリしてた。やばいわ、あいつ本気で俺のこと殺す気だわ。ああ、全然喋んねえの。ああ、すげえわ青山本気。いや、喋ってくれんだよ。どう練習とか、やんない、なんでやんないのとか、ああ、まあとか言うけど、すっごい目がつばしってた服はこんな感じですね。すみません、少しだけお時間いただけないかな。いや、額を買おうかなと思ってポスターもらったから、やっぱ記念にさ、保存用に額に飾ろうと思って。いや、それがね結構やばくて、体重今57キロってガリガリなんだよ、うん、で飯も半分しか食ってなかった。あ、青山やばいね、かわいそう。あれ、うん、いやー結構ね本気だよ、うん、練習はしないって言ってたね、うん、練習はいいって言ってた。さ、気持ち強いわ。そうそう、新宿東口だよ。今から無印行って、無印で額買おうかなと思って。もうみんな解散した、うん、飯食ってみんなで、うん、まあ解散した人もいるけど、金梅さんはご飯食べれないからっていうことで。金梅さんも痩せてたね。本当にその病気でご飯みんな食べられないから俺は外すって言って。のりゆきさんとポンスケはなんかどっか行って、ポンスケさん、のりゆきさんは一緒にどっか行って、あとは、あとはみんなに飯食ったのかな。え、なんで沖縄警察何があったの、うん、今バラバラに、弁当太郎さんと俺は電車乗って、さとみさんとズキティはなんか一緒に帰って。無印ってね、アクリルの額が売ってるんですよ。アクリルの額が、うん、そうなんですよ。まあそれぞれで配信始まるんじゃないの、そろそろ。うん、
それがね、俺ずっと電車の中だったから音聞けなかったんだよね。だからのりゆきさんのオーラが半端らしいじゃん。テレビ局すごい来てたよ、もうテレビ局すごい来てたよ、うん、もうカシャカシャカシャってフラッシュが眩しそうだったわ。フラッシュで前が見えなかったんでしょ、うん、練習をしてないと言ってるほど隠れて、いや、ヒカルくんが言ってたけど本当にやってないね本当にやってないらしいね。1回目の練習から音上げてもう練習嫌なんだって、うん、もう戦い始まってるね、うん、なんか気持ちは俺より強かったよ青山。気持ちは目は俺のこと殺す気満々だったね。仲良くはその見せないけど奥でギラッとしてた。節々に起きた時びっくりしました。いや全然、あ、寝坊だって、うん、ちょっとやってた。いや太ったよ。でかくはなったけどね。このセリフ一回言ってみたかったんだよね。太ってじゃあ痩せたよ、でかくなっちゃう、痩せたよ、でかくはなったけどねか、うん、これはね、ヤシャザルと戦ったバキの、明澤恵美との会話ですよ。いやーすごいね、石川紀之さんの顔の大きさまたでかくなっててすごいかっこよかったわ。喧嘩のリレーやるでしょ、好きあると思う。応援します、ありがとうございます。花火一発目、イエイエイウェイウェイ、花火じゃんじゃんお願いします。あざーす。で軽く便所さんが急に靴脱ぎ始めて裸足になって道路で路地裏行こうぜっつって、おいワド練習の成果を見せろっつってマススパーやってもらえて、ボコボコにされた便所さんに、あダメだよっつってはい、ワドス、イブいらっしゃい。いやいいね、見たかった。まあ配信外の方が配信者面白かったりするからね。オフレコトークだからスーツはこんな感じ、今ちょっと見せられるかも。ちょっと難しいかな、角度的にちょっと難しいかな。スーツ見たい、こんな感じでしたね、うん、青山はノーネクタイじゃなかったかな、ネクタイつけないよ。便所さんとドレさん見たい。ドレさんは今放送してて、便所さんはもうあれだよ、電車で帰ってる。チケットみんな取れた？完売したでしょ。チケット買えた？大丈夫？セブンさんは出るでしょ、わかんないけど、うん、いいスーツ。あれ無印どこだっけ、向こうか、買えなかったの？マジか、あれほど言ったじゃん本気で。で俺の言った通りだったでしょ、即日完売するよって、即日完売絶対するよって、うん、買わなきゃ。そこは和道リスナーはね、みんなねパソコンの前で貼ってたよ買うの。販売チケット枚数は今回200じゃないかな、便所さんと E プラスとチケットピアの3つに100ずつ分配したはずなんだよ。で取れた、あよかったよかった、うん、買えなかったのはもったいないね。
あとは立ち見席が出ることを祈るしかないね。もう転売されてプレミアつくかもね、もしかしたら。うん、いやもうダフ屋が発生するレベルでしょこれ。90分で完売か。あー仕事だったんだ、それかわいそうだな、それはかわいそうだわ。うん、まあ、あとはキャンセル待ち狙うしかないね。キャンセル待ち、まだわかんない。ただもう弁当さんすごい大変なんだよ。本当に弁当さん、あの赤字食らうし、売り上げ全部売れたとしても10万も入らないぐらいなんだよ。リスクが大きいから、実は3年ぐらい前からやりたかった企画なんだってこれ。だけどその失敗した時にもう本当借金背負うような、うん百万って借金背負うような単位だから、あのやらなかったんだって。だから今回はそうね、成功じゃん、完売チケットで。であとは当日どう盛り上がるかだと思うけど、第2回第3回っていうのはね、それはもう弁当太郎さんがどうやってやっていくかだから、誰かとタッグ組んでやるんじゃない今度は。あの弁当さんのリスクが多すぎるよ。うん、今回初めてだよ弁当さんの企画は。おい、かっちゃんいらっしゃい、チケット買えた、かっちゃん。買えなかった。あ、すいません、このサイズのポスターを飾るあの額みたいなやつが欲しいんですけど、このサイズだとどれになりますかね。これですかね。うん、これですね。それだといくらですか。あ、じゃあこれください。はい。はい。あ、これは難しいかな。そうですね。ちょっと入らないです。それですよね、多分。はい。うん。これですね。じゃあこれください。これその足の長いやつっていうのはないんですか。このこれついてないですか。これ。あ、はい。こちらがの、はい。はい。タイプのものなので、うん、足はないです。足はない、うん、あ、じゃあこれでいいです、お願いします。あ、大丈夫です。はい。領収書ください。はい。
平和の輪に道路の道で、まあ、道はい、まあ、そうですそうです、はい、ただしだけは備品で備品代とかで、うんうんうん、まあ、最高の記者会見でしたよ、はい、大丈夫です、はい、はい、はい、大丈夫です、ありがとうございます。はい、はい、どうも。よし、帰るか。いや、いい記者会見だったよね。最高の記者会見でしたよ。俺かっこよかった。俺決まってた。どうだった？どうだった？みんなの大好きな和道の晴れ舞台、人生初の記者会見。かっこよかったでしょ。はい、久しぶり。決まりすぎて光が透過して見えなかった。そうだね、俺のスターだからね。もうほんとキラキラ星だから、俺から発する光で多分カメラのレンズ光吸収できなかったんだろうね、眩しくて。 YouTube にはないんじゃないの。そう、アイテムの使い方は分からん。忘れたの、ミュール。アイテムの使い方はもう花火をバンバン俺に渡せばいいんですよ。花火をバンバン俺にやるんだよ。あ、見えなかったんだ。ありがとう、ミュール。うん、よろしくね。待ってたよ、ずっと。よろしく。うん、楽しもう。そうそう、もうほとばしるオーラで見えなかったんだよね。行かなくて正解。そんなことなくない？面白かったんだよ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。風船ありがとう、のんたん。のんたんも家にいるの？どこいんの今。ポスターもらったからプレゼントするよ。相変わらず顔が寂しい。バカ、ありがとう。やめて、キャラ変してんだから。ふわっちはふわっちでは紳士的な おっさんって感じで行こうと思ってるから、うん、青山さんも好きですが、和藤さんも応援します。頑張ってください。おう、いい試合するから彼とは、うん、応援してあげて。チャンピンのこと、勝つのは俺だけど勝つのは俺だけどね。家に帰っちゃったんだ。なんだ、ポスター持ってきたのに。お土産でいらない、うん、紳士っていう設定だからジェントルメンっていう設定だから。そう、蓋開けたらゴミくずだから。ポスター自宅のドアにつけて貼ろうか。貼るあの公明党のポスターみたいに。
試合するの見に行ってあげるわよって近所の人がいるかも。いやチケットもう売ってねえもん。チケット完売だもん。90分でソールドアウト200枚。便所さんずっと電話で、いやだあのもうないっすよって、いやもう売り切れたんでってずっと電話だったよ。リスナーから苦情殺到。いやもう本当にね、やっぱりね、一流の配信者はやっぱりね遅刻するはずですよ。立ち見があるんだ。300人だよ、300人。要は弁当太郎さんが先行販売で100売ってて残り200しかなかったんだよ。2列目取れたんだ、いいね。立ち見何人ぐらい入れるんかな。どうだろうね、そんなに数100人も200人もいけんのかね。それは分からん。俺新居ファーストリング行くのも初めてだしね。まあでもまだまだ見たい人いっぱいいるだろうね。ベンゾさん本当にホッとしてたよ、売れたみたいな感じで。こうもうね、選手の顔じゃなくてね、工業主の顔なんだよ。売れたっつってめちゃめちゃニコニコしてね、もうふこう胸をなで下ろしてて、帰り電車2人きりだったんだけど、いやー売れるとは思わなかったって。あの先行は売れたけど一般は厳しいと思ったよとか言って、すごいリラックスした顔になった、いい顔だったよ。主役は遅れてくる。お前が遅れるのっていう顔だったけどね、みんな。お前が遅れるのって顔だったよ。いやでも最初300でも大変だよ、イベントでこの値段で興行で300って大変なんだよ、だからリスク取れないよ。1000とかは無理だよ。だって香川万博で250なんだから。場外乱闘やるメリットがないじゃん俺。いやもう完全にプロモーターの顔だったよ、売れたっていう。売れましたかっていう、もうニコニコしてたもん、売れたっていう、もう完売完売みたいな。本当にみたいな、調べて調べてみたいな。目が回しとか。場外乱闘やるとお客さん盛り上がる。おー、売り切ったのはすごいよ。だってネットとリアルをね橋渡しするのすごいんだよ。よっぽど面白くないと初日完売とか90分完売なんてないよ。すごいよ、企画力がすごい本当にね。え便所さんはもうすごいね、これ伝説だよ。とりあえずサトミンの生橋を拝めただけであの配信でよかった。いやサトミンさんめちゃめちゃ痩せてたよ。なんか多分10キロぐらいは痩せてると思う。痩せてるっていうかなんかもう細みたいな。俺が知ってるあの時の里見さんとは近かった。契約書は見せらんないんだ。あの試合終わったら見せるよ。ねえ弁護さんの人柄だね本当に。3年間ねやりたかった企画を温めてたんだもん。だからこうやってスパッと動けるわけよ。もう煮詰めてた企画だから。ズキティに会ったけどほとんど喋ってなかったね。なんかずっとご飯食べてたね。ずっとご飯食べてた。さてと、障害保険入ってないね、スポーツ保険とか。これから入るよ。安定のズキティ、いやもう本当にうわみんなすげえと思ったもん。なんかみんな定食頼んだんだけど、ズキティはなんか定食プラスなんかおかずもう一品頼んで、でなんかご飯は大盛り3杯ぐらい食ってて、でなんか店員さんになんかドリンク何がありますかみたいなこと言ったら、これとこれとこれみたいなこと言って、
その中で一番甘いものはどれですかって言って、そんな質問聞いたことないじゃん。これリアルだよ、ネタとかじゃないんだよ。この中で一番甘いドリンクはどれですかっていう質問してる女性を初めて聞いてそうだって言われて、じゃあそうだでって、すげえなと思って。あれはマジですごいよ、もうなかなかですよ。いやもう本当にすごかった、生でこんなの拝めるんだって。保険はね個人個人で加入。そうだね、ちょっと風邪ひいてるんですよ僕、うん、体調絶不調ですね、うん、いや高カロリー上司だよ、すごいよね。いやもうすごかった本当に、俺あんな質問する女の人初めて見たもん。記者会見どこでやってたの。あーでもそれはほら便所さんの兼ね合いとかあるから言えないよ俺は、ごめん。ほらなんつうの、リスナーさんのさ何かかもしれないじゃん。そう、迷惑かかるようなことはごめん口は言えない、許可取ってないから、顔潰すことできないから申し訳ない。うん、すごいね。いや言ってたよ、もしズキティが骨折ってリングから運ぶことできないから佐川急便で運ぶからよろしくねって便所さんが言ってたよ、うん、タンカーとか救急車じゃ無理だから佐川急便で家に送るからねって。今日のメンツで誰話しやすい、話しやすいのはヒカルくんと、まあ青山と便所さんと、あ、みやびさんとも結構話したな。女子とはさとみさんとズキティとは喋んなかったけど、あ、まあドレさんドレさんはまあ全然喋れるけど、意外だったのがね、のりゆきさんがすっげえ話しかけてくれて、おーみたいな、久しぶりみたいな感じで、意外に頑張ってるねみたいな、今フォロワー何人とかさ、バッチ一本だねとか。そう、のりゆきさんにすごい喋って気遣っていただいたね。ドレさん綺麗さ、まあ別に話しづらい人はいなかったけど。心の綺麗な人には記者が見えたはずだよ。記者がいなかったって思ってるのは心の汚い人たち。心が透明な人にはね、記者がいっぱい見えたはずだから。体は体調悪いな今日。フラッシュでねもうねフラッシュでね大変なことになってたもんね。てか俺これ戦えんのかこれ。いやちょっと心配なのがね、青山がガリガリ今57キロだってよ、やばい。57キロで青山やばい今。パルパルいない、だってパルパル来てないでしょ今日、うん、青山はもう練習しないって決めてるって、もう喧嘩で行くって言ってた。わかんねえ、飯食えんナーバスになってるっぽかったけどね。うん、いや、殺意は感じたと思ったんですよ。まあ、そういう、ツンケはしなかったけど、なんかすげえ喋んないの、なんか黙ってるっていうか、だからね、多分すっげえなんか、ナーバスっていうかね、殺意みたいな、なんか慣れ慣れしくすんなオーラは感じた。うん。だからもう気合は入ってるね。うん。喧嘩で行くからいいっすよ、みたいな。練習しなくても勝てますよ、みたいな。うん。喧嘩で行くって練習はしないって。ただ
あの16音数は嫌だから8音数に変えたいって言ってたね。やっぱり寝坊でしたか。当たり前じゃないですか。何ですか、僕が寝坊以外で遅刻するわけないじゃないですか。寝坊です。はい、安定の寝坊です。寝坊のワード。寝坊ですよ、僕は言い訳しませんよ、寝坊です。やりますよね本当に。三社祭りの時も金梅さんに言われたもん、お前この状況でよく寝坊できんなっつって。この祭りどういう祭りか分かってねえなって言われたもん。まあ、ちゃんまんがブチ切れまくったやつね。そう、ビッグイベントの時はあの遠足に行けないタイプの、前の日そわそわして遠足行けない男子だから。いや俺もまさかだったよ。いや自宅カラオケでないんだよもう。俺寝たのだって眠りについたの何時だと思う、10時だから。眠りについたの10時だから。で11時にあの水道の料金払ってくださいって起こされて、で11時にもう一回寝ついて気づいたら1時だったから。いやもうほんとねアホだよね。リュックにバナナとかね200円分のお菓子いっぱい入れてたんだけどね、寝ちゃったよ。いやアホだよね。俺めっちゃ電車の中で寂しかったもん。うわこの記者会見楽しそうって、なんかみんな楽しそうだなと思って電車の中で一人で悔しかったよ。ドレさんめっちゃいじられてる。本番寝坊は多分ねありえないね。いやもうあその時間に寝たらダメなの、起きとかないとダメなの。そうそう、ドブネズミはさ夜行性なんだよ。みやびに切れてさ、それは対戦相手だから切れるでしょ、うん、殺す気でやるんだよ。そうだね、信用なくすね、うん。いや俺の映りが一番良かったはずだよ。ツイッターにスーツ姿？スーツ姿見たい？スーツ姿見たい？みんな。めんどくせえな。スーツ姿見たいの？見たい人手挙げで。オートツーハッチ見たい。じゃあちょっと映せるところちょっと移動するわ。携帯の画質でもいいの？うん。見たい。ちょっと待って。俺スタンド持ってねえからさ。カメラのそうスタンド持ってないから。立てかけられるところ行くわ。ポーズして、あー分かったわ。ちょっと待って、いや全身見たいってことでしょ。立てかけられる場所がねえな。ちょっと待ってね、立てかけられる場所この辺か。どういうところだろう。立てかけるの難しいな。
そうですよ。いや無理なんだけど。え？いや難しいんだけど。パソコンに切り替える？無印であのポスターを入れるあの額買った。パソコン配信に切り替えるぞ。パソコン配信に切り替える。めんどくせえな。姿見っていうかね、携帯がねもうバッキバキに割れてるから、あの光が乱反射しちゃうんだよ。パソコン配信に切り替えます。お疲れ。すぐ枠開きます。おつです。というわけでおつ、まあ、こんな感じですね。あの見たいって言ってた人いるんですけど、まあ全身見たいっていう人がいたんであれですけど、まあ別に普通でしょ。痩せて見える。まあずっとスーツ着てたからね。オッケーですか。オッケー。別にそんな変じゃないと思うよ。ずっとスーツ着て仕事やってたから、なんかゆいかさんとか稲子みたいなのを多分期待してたんでしょ。要はいやスーツ着慣れてないでしょっていう、意外だったでしょ、うん、多分みんなは稲子とかあのゆいかさんのスーツ姿みたいな、うわこいつスーツ着慣れてないなっていうのを期待してたんでしょ、うん、元小金持ちです。これもだからそんな悪く見えないでしょ。こう見るとわかるでしょ。そんな悪く見えないでしょ。お前すげえよ。いやインドもアメリカも両方持ってる。悪くないでしょ。父さんがアメリカに住んでたから。ネネちゃんだけ逃げたと思って。でしょ。バッグも悪くないでしょ。そのランドセルってバカにされてたけど。普通にかっこいいでしょ。カバン似合うでしょ。いいよね。普通に。そうだからセンスのないやつにこのカバンをランドセルだってバカにされ続けたけど、普通にかっこよく着こなせばかっこいいんだって。ねえいいじゃんね。いいよね、うん、でしょ、うん、OK かな。じゃあ
ありがとう。スーツいいね、ありがとう。バレエにアットマークのみ、分散空の顔さんできる外資系サラリーマンみたい。外資系サラリーマンだからさ、ほら、ここのビルの、ここのビルの、あそこの40何階のフロアにあるところがあるんだけど、あそこで営業本部長やらないかって誘われてたんだよ。引き寄せの法則ね。あ、記者会見スクショ、ありがとう。じゃ帰るか。帰ろ。別にそんなに変じゃないと思うけど。ただあれジャケットは合ってないけどね、腹が出ちゃってるから、うん、もっと痩せてたからさ昔は。新宿だね。新宿だよ、うん、これザラ、ありがとうございます。これザラザラ1万8000円かな。1万8000円のジャケットだね。てか風の音がすごいな。ああ、うん、うん、ありがとう。いや俺記者会見見れてないんだよ、電車の中だから。イヤホン忘れちゃってさ、あれだったんだよね、見れなかったんだよ。はい、お疲れ。お疲れ。記者会見ね、もうちょい長くやると思ってたけど、早かったね、意外と。パパッと終わったね。そりゃそうだよな。もう帰り帰り、飯食ってみんなと、うん、帰りだよ。ああマスコミの数は本当に予想外だったね。ああすごいな、あの数は。ああ伝説だよね。これが現実か。いや俺もう会社でもどうなんていう雑誌ぐらいには乗ると思いますって言っちゃったんだけど、あわよくばテレビに出るかもしれないんで会社休ませてくださいって言ったのにさ、俺明日どんな顔して会社行けばいいんだろう、マジで。いや俺マジで明日会社にどんな顔して行けばいいんだろう、超恥ずかしいんだけど。記者のいない記者会見何しに休んだんだってなるぞ。いい勉強だわ、本当に。すべてがいい勉強だわ。雑誌には載るんだ。え、何に載るの？出れてないって何？出れてないって。ああ、記者会見ね。今日のスーツの人は宮城さんじゃないの？本日新宿。日新宿。まあそうだよね、チケット入れっていうまさにネットの現象だよね。
でもマスコミとか使わなくても売れちゃってるんだもん。逆にさ、記者会見を使って普通宣伝をするわけだけど、よくよく考えると記者会見がいらないってことがすごいよな。まあクズだよ。異常だよな。300枚売れたんだもんな。新しい興行の形ができてきたよ。寝坊したかしてないかで言ったら、まずそれを話すには俺がどういう人間かっていうのを話さないといけないと思うんだ。俺はね、寝坊する男だと思うよ。90分完売はすごいでしょ。しかも平日だよ。平日のさ、10時だよ。みんな働いてるじゃん。寝坊ステータスというか、まあ久々っていうか、まあ寝るよね俺は。どんな時でも寝てるからね、わけ隔てなく。三社祭りもうなちゃんに怒られた。金梅さんに、おめえマジかって言われたよ。この状況でよく寝坊できるなって言って、神経不定なって言われたよ。うえうえ朝弱いっていうレベルじゃないかんね俺。俺が起きた時が朝だから。俺に文句言わないでよ。誰も起こしてもらわなかったの？いや、リスナーさんに寝坊しないでねみたいな LINE 来てたけど、それを読んだのは電車の中だよね。いや、可能性あるから。ただこれだけは言わせて、俺は狙ってやったわけじゃないから。本当はめっちゃ行きたかったから、記者会見。俺は悔しいよ。誰が悪いとかやめよ。誰も悪くない。いや、逆に言ったら俺が悪いから、もう誰かのせいにするのやめよ今回のことは。うん、俺が全部被る。俺が悪い。それでもう勘弁してくんね。俺が寝坊したことは俺のせいにして、全部。誰も責めないであげて。光くんだ。光くん。まあ光くんから電話来たの今。いや、もうやめようよ、その誰のせいとかさ、起こさなかった人が悪いとかね、誰が起こすべきだとか、いや起きないやつが悪いとか、いやそもそもね、なんでこいつを呼んだんだとか、もうそういう考え方、ワドは嫌いだよ。そういうのは嫌いだ。うん、カル君配信切ったのかな。いや、わかんない。なんか電話かけてきたけど、カル君が。カル君とスパーリングやりたいな。傷つけ合うためじゃなくだよ。
え、キャスやってたの？なんだろう、なんで電話かけてきたんだろう。間違いかな。なんだろう、まああれでしょう、もしなんか用があったら電車バット飛んでくるでしょう。釈迦元気だよ、釈迦元気元気、うん、まあ間違いかもね。あーでもね、今日良かったよ、弁当さんと飯食って良かった。もうね、体力を回復させるプロ格闘家の技をね、学んだ。うん、体力を一気に回復させる技。そう、疲れを残さないためには、あの、本当は一番いいのは生のグレープフルーツを寝る前に食べることなんだって。あれはめちゃめちゃ効くって。あの、練習したらもう夜寝る前にグレープフルーツジュース、濃縮還元のとか、生のグレープフルーツが一番いいらしいんだけど、みかんとか柑橘系、めちゃめちゃ疲れが取れるって。そう、やっぱそう、本気でやってきた人だから、そう、そう、ビタミンをどこで使うのかとか、朝は何食べるのかとか全部教わった。プロテイン飲むタイミングとか、そう、寝る前は配信で飲むドリンクを、そう、オレンジジュースとか濃縮還元のグレープフルーツジュースに変えるだけって言われて、なんかビタミンとかクエン酸とか、それがなんか効くんだって。で、嘘だと思ってマジでやってごらんって。そう、俺ほらもうこんなクマになるぐらいさ、もう体力ね、オーバーワークになっちゃってるじゃん。いや、オーバーワークって言ったけど、ヒカリ君のトレーニングメニュー見たゲストでしたわ。俺の倍やってる。あの、20ラウンドぐらいやってるよ。ヒカリ君走り込んでるし、毎日やってる。すごいわ。本当、これプロになれるメニューって言われて、紙渡されてトレーニングメニュー見たけど、すごい。俺も見習わないと。レベルが違うわ、全然違う。いや、すごいよ、うん、クエン酸回路なんだ、うん、すごかった。これやってますって、3ラウンドかける5とか、気をつけます。みんな、俺褒めて伸びるタイプだから、逆に褒めよ。怒ったら悪くなるタイプだから、ナーバスになるタイプだから、俺そういうとこあるから、全部褒めてこだ。 そういう悪い捉え方やめよ。逆に今日良かったところ褒めて。俺のもう悪口ダメ。俺は褒めて伸びるタイプだから、褒めちぎってこ。そう、そういうの良くないよ、みんな。みんな良くない、良くない。ポジティブシンキングでいこう。いいところだけ言って、俺の。悪いところは言わない。はい、わたつ。マジいい記者会見だった。こんばんは。今日はトライパーティーなんだ。いやー、すごいよね。おー、バカありがとう、バカありがとう。風悪化してる。勝てるぞ。
ねえ。この旗ペダル取って配信で見せてね。オッケー、ありがとうこの旗。うん。見せるよ。ドライバーデリーさん遅刻したんだ。うるせえよ。遅刻じゃしたことねえのかよお前らは。うれ。遅刻ぐらいするだろ。遅刻ぐらいするだろ。人間なんだから。俺はそういう常識とか嫌い。常識に縛られたくない。頑張ります。あ、マンション、すげえ。住んでる。あ、そうだな。やらかしまくりだよ。飲まないんだよね。でもさすがにちょっとやばいかもしれない。もう1週間経つから日曜日最後の練習間に合わないよこれ。クマやばいでしょ。うん。もうだって歩くとハーハー言ってゲホゲホ。もうん。でも頭ガンガンするしフラフラだよ。あともうなんつうの、リスワンバトルに疲れちゃっても、リスワン取るときってさ、俺もう今回2位を5連続とか6連続なんだけど、あの夜中まで回すじゃん。夜中から配信して朝までやって、夕方起きてそっから夜中まで回すから配信に取られるんだよ時間。だからもう、そう、もうリスワンバトルで体力奪われて、練習で奪われて体力を。かっこいい？かっこいい？ありがとう。うん。ありがとう。で、それでね、ダメなんですよ。うん。ああ、ありがとう。さすがハッチ、俺のいいとこ全部知ってるな。ハッチは俺のいいとこ全部知ってるから、うん、よく寝た方がいいね。じゃあ寝るか。俺はもう明日も仕事だから寝るわ。ポスターだけ飾ろう。うん、頑張ります。いや意外とね、みんなトレーニング見てるって言われて恥ずかしかったわ。ほんとさとみさんにもなんか公園でシャドウいつもやってますよねとか言って、はずっと思って、私見てますよとか言って、はずっと思って、さとみさん見てたんだと思って、うん、そういう時はコメントでバカにしてほしいよねせめて。うん、なんであんな恥ずかしい枠見られてんだよ。そうだね。ありがとう。ハチ、花火ありがとう。したか？もう寝るよ、俺。あれ？炊飯器がある。あれ？なんで炊飯器があるんだ？アイアイさん、サトミはいろいろ見てるからね。あれ？なんで俺の家炊飯器があるんだ？なんか炊飯器がある。ノンタン来たんかな？ただいま。あ、ノンタンからパソコン売ってもらった、10万円で。だから、パソコンはなんとかなった。ノリコさんあげるよ。あ、本当に？はい、ありがとう。でも、もう旅出るからな。食わねえからな。よいしょ。じゃあ、おやすみ、みんな。おやすみ。タバコ一本吸って終わりにしようか。はぁ、疲れたわ。疲れた。バタルユーユーミュールアットマークタタミさんおやすみ。うん、ちょっと雑談するか。あ、でも疲れてるしな、もう。寝るか。寝るか。早く良くなること祈ってる
ね、早くこれ直さないとね、やばいよ、ちょっとやばいよね。炊飯器か、いや、風はもう抜けたの。あの、肺炎、肺炎とか喘息とかそっち系だと思う。正直。あの、風から悪化したパターンだと思う、これ。要は、気管がやられてるっていうの。そういう系だと思うね。保険入ってねえんだよ。ヒューヒューなってる。保険入ってないんだよ。ハッチアットマークひねもすかずみちライフ。三地獄のリスワン圏内 www。 いや、今日は狙ってないもん、もう。もういいやと思って。なんか、初心に帰ろうと思ってさ。初心に帰るよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。